続けて連チャンで打ってます。ここでトップ取って、まずは2球と。集まんないですね。私の上がり率は2割、放獣率は1割1分、泣いてる率は1割5分。まあ、一半チャン、8局中1回ぐらい泣くのかな。リーチ率が2割5分。まあ、4局やったら1回リーチしてる。あれ意外と少ないな。ドラ3ピン、シャーチャー。まあ、6チッパとドラの3ピン引いてリャンウーピンリーチ。連ピン3色ドラ1ぐらいに手が育てば最高ですね。これはトーンを使いたいから持ってるっていうよりは切っていくトーンですね。どっちかといったら最終的に切っていきたいトーンなので、当然ポンなんて選択肢はないです。まあ、最悪ジャントーぐらいは、ジャントーかアンコぐらいは、あ、これ最初の構想通り、最終形リャンウピンリーチと。まあ、でも次は言いそうかな。トンじゃなくて。まあ、ドラの3ピンあたり引くと、ドラをジャントーにして、トーン落としていける形にできればいいですけど、とりあえずペンチャン外したい。まあ6チッパーじゃなくて下の方に伸びちゃいましたね。マンズスモ、これはいい上がり。軽いジャブが、これはスモズ何？当然ここ面前で攻めたいですね。感じてくれたんで、で普通ちょっと広く持つんだったら本一チート一ぐらい見てのんびり行こうかなと思ったんですが、リーチしたいんで本一だけじゃなくて、まあリーチドラ1とか面前なので、当然白は2枚目でも泣かないです。むしろ泣くぐらいだったら落としていきたいですね。まさかの面本チートイッツ。イースーソー6球ソー引いて純ちゃん3、純ちゃん両平行まで。まあ考えすぎか。シャーは自分で切ってますが、これは一応ピンズかなと。ドラポンなんでこれ怖いですね。タンヤオドラさん捨て吐いて合わせるとタンヤオドラさんです。どうしよう、リーチしようかな。ちょっとマンズ安いんでリーチですね。あドン、判断が遅かった。これはちょっと勘してるし、即リーが正解ですね。いやー結構致命的なミスかもしれないです。1打目からここはリーチしたいとちゃんと言ってたのにもかかわらず、ちょっと一巡待ってしまったと。ちょっとこれはピンズの形で狙ってみようかな。ピンズの形がいいのと自敗が統一であるんで、面本、まあ、リーチかけるかは置いといて面本は狙える。で手格好です。
まあ、ピンズがまず両面、2つの両面になるんで、ここで2面ツと。で、数ピンで1面ツ、両ピン、E ピン引いて1面ツになるのかな、最終形は。ポン。ドラのペー切ってきた。なので本一ではないですね。上本一だったらドラのペーなんてテンパイジぐらいしか切らないんで、上は初ドラドラとかだと思います。ションパイのドラ叩く理由はちゃんと本一とか狙ってるんであればテンパイジじゃないとありえないかなと。親なんで本当は本一のみでもありっちゃありなんですけど、ここはちょっと自分の上がって嬉しい手というのを優先して、何は残り1枚、3ピンは残り1枚。ちょっとあえて親の連チャンじゃなくて理想を追ってみよう。それで本一リアンペーコーイーシャンテン、あ、ピンフリアンペーコーですね。ピンフメ本一リアンペーコー、おー来た、ピンフリアンペーコー。ちょっと私の捨て牌が、ま、あのピンズの捨て牌なんで、あと両ピンが残り1枚なんで、ちょっと闇でここは。スモ。向こうの勝ち。本一両ペーコーなんて実際上がったこと、あ、1回だけありますね。マンズでしたけど。そもそもリアンペーコー自体がそんなに出てくれる役じゃないので、まあ、芸術点を上げたい手でしたね、今のは。点数はインパチか2万4000か、そのぐらいだと思いますけど、プラスアルファ芸術点がありそうな、見た目の綺麗さがありそうな手格好でした。で、パーソーが3枚切れちゃってるんで、6チッパー7、8、9は多分ならないと思います。あ、というよりトン4局でオーラスか、何のんびりやってんだ。あ、オーラスで一応なんか知らないんですけどトップですね、一応。で、前回かな、シャーニュートン4局で3万点いかない場合は難易局が始まると。ちょっと迷った。ポン。どうしよう、あれ、あ、ちょっとダメか、3万点超えないと、まあ、シャーニューの感じで難易局始まるんで、最低でも2800点を本当は作らなければいけなかった場なんだ。ドン。これ多分シャーニューですよね。多分難易局始まると思います。やっぱり。で、これは難波が始まったっていうよりはただの延長戦で、誰かが3万点超えた時点で何一局でも何二局でもその場で終了と。なので2800以上上がれば無条件でトップ。チーはウーピン、上はちゃんたでも本一でもなさそうですね。自敗、暗号、
つ、多分自敗の問いつもってて、今からポンしようと思ってて、先付けで泣いてるだけかな。そんな気がします。あ、先付けじゃないか、後付け期待だ。あ、これそうです、そうです。やっぱりで単野踊ら1、2、6だと足りない。リーチかければ OK。 上はチュンドラドラ5パぐらいは見てた方がいいですね。ランが通った。あとは初か、初が出てないんで、向こう初も持ってる可能性はありますね。ドン。あ、これまずい。あれ、ちゃんとあったんだ。ちょっと30目ぐらいに 1,2,3 でチーしてイースを切ってたんで、ちゃんとの打ち方ではない。ただ状況厳しくなっちゃって、マンガン上がればトップ。本一はちょっと自敗がバラバラなんで本一厳しいですけど、可能性は一応追いますね。ドラのウーピンとか四五郎あたり引いてくると本一一回ストップと。まあ一応あの自敗を持っといて、ローワンは切らないですね。ペン三ははいらないんで落としましたけど、ポン。が2枚切れてる。ペーも2枚切れてる。上がちょっとちゃんた系の捨て牌ですね。チリーチ一通、裏一リーズも一通でトップ、ポン。上は初チャンタドラドン。あー、勝負ありか。ちょっとやられましたね。まあ上の泣く判断が良かったと。まあ、私は面前面前でちょっとこだわってますけど、やっぱり泣いた方が上がりに近くなるっていうのももちろんあって、泣いたからといって上がりにシャン点数が増えても最終ローンまで近づくかって言ったら、またその辺は結果論なんで、まあ議論はいいとして、向こうの判断がとっさの判断が良かったという感じで、ちょっとなんかまくられて悔しい一曲ではありました。まあこんな感じですね。まあ前回音声トラブルがとりあえず解決して、また気軽に余計なトラブルのこと考えないで録画録音できるようになったんでまあよしとしましょう。いつも動画見てくれてありがとうございます。コメントとか評価とかも嬉しく思っています。またお願いします。どうもありがとうございました。